I'm Alexander Paiva, GG from Alliance. I'm watch the Jiu-Jitsu Priest. はじまるきやの Jiu-Jitsu Priest。はい、今週もやってまいりました。はじまるきやの Jiu-Jitsu Priest。今回は、日本最大の Jiu-Jitsu 大会といっても過言ではない JJFJ 主催ヒクソンカップ2012見ていただきたいと思います。じゃあまず、自己紹介から、MC やらせていただいております。橋本貴也です。はい、はい、MC をやらせていただきます。ココナクラブジムの岩佐理香子です。よろしくお願いします。はい、はい、今週も暇なので来ましたネクサスの森と申します。よろしくお願いします。はい、リモンさん。はい、経入からお二人来ていただいております。はい、はい、行きます。せーの、モンモン、スズモン、スズモンモン、スズモンモン、スズモトめぐみです。一緒に歌ってください。それは断固拒否します。はい、はい、KNA のカオルこと吉野カオルです。はい、今回はどうですか、道着、ピンクの道着。お借りしました。わがまま女子用の道着ですからね、似合ってますね。素晴らしいです。強そうに見えますかね。もうしっくりきてます。あ、それどうなんですか。バッチリです。はい、このままこの勢いでね、ジュース界に参戦していただきたいと思います。今日このことです。じゃあスポンサー紹介お願いします。はい、時間かかっちゃう。はい、橋本金也の柔術プリースト。この番組はファイターズショップブルテリア、ラスコンチャス、ジェイルス格闘技スタジオ、アットミューズ、ルマウ株式会社、フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により YouTube にて全世界同時配信にてお送りします。はい、それでは CM です。はい、ヒクソンカップ、これですね、2009年から始まった大会でヒクソングレイシーが一応主催者ということで名を連ねており、毎年参加してますね。でそれで、クロングレイシーも当初ずっと、チャオビ時代から参戦してるんですけども、ここ最近は来日するものもちょっと試合はない感じになっておりますね。ねえ、ヒクソン杯どうですか。実は僕一回も見たことないです。見たことない。はい、それはなぜですか。いや、なんででしょうね。よくわかんないんですけど、今年は確かブラジル帰ってきた次の日だったんですけど、多分仕事の連絡とかいろいろやってて、本当は見たかったんですけど行けなかったんです。ねえ、あのリーモーさんの大好きなマイケル・ランギが来てるにもかかわらず行かなかったと。はい、キーナン・コーネリアスも来てるんでぜひ行きたかったんですけど、うん、なんで来なかったちょっと覚えてないんですけど。本当ですか。はい、ちょっと予定が合わなかった。予定が合わなかったか町田が遠かったかのどっちかだと思うんですね。岩瀬さんどうですか。そうですね、自分1回から全部出てるんでですけど、今回は相手がいなくてなしになっちゃったんですけど、まあ去年のヒクソン杯が初めてプルーマで出た試合で結構まあ印象に残ってますね。ソン杯自体が。え、去年プルマリで誰とやったんですか。小寺さん。あれか。そうで、毎年派手な T シャツをもらうっていう。で今年もらえなくてちょっと残念なんですけど、出なかったから。なるほど、そんな思い出がありつつ、じゃあそんなヒクソン杯見ていきたいと思います。はい、せーの、 VTR スタート。はい、ヒクソングレイシー、
国際呪術大会です。これはですね、もう JJFJ がやる大会の中で一番大きいということもそうですし、まあ、日本国内でおいても一番大きい大会といっても過言ではないと思いますね。入場式というか、もう選手ね、整列してね、さらにヒクソングレーシーが来て、試合もね、試合前のこういう選手宣誓みたいなのもあって、非常に大きい大会です。和太鼓、これ毎回出てきますね。日本を意識したで、シュレック関根ですね。これが紫帯の無差別級決勝戦、はい、柔術新聞の感じをつけてますね、はい、足のところ関根さんです。すごいですね、三振制なんですね。そう、JJFJ は全部の試合が三振制ですから、で、あの判定の時はちゃんとプープープーってなるんです。へえ、そうなんですよ、旗判定なんですね。旗判定、旗判定です。へえ、そういうところはすごい気使ってやってますね。一応その JJFJ のルールディレクターみたいなのはマルコ・バラボーザがやってましたからね、昔は。今は違うんですか。あ、最近ちょっとバルボーザの、ね、来日がないんでどうなってるか分かんないですけど、まあ、ルール講習会もやってるみたいなんでね。シュレック説明、はい、バックすごい、マットの音すごい。そう、これ決勝戦、アブソルト君の決勝戦だけ2日間にわたって行われたんですけど、決勝戦だけは2日目のに持ち越しっていう、ムンジャル方式でやってましたね。おい、そう、日本で2日間やる大会ってもなかなかないんでね。そうですね、アジアがこれで。そうですね、だそのドゥマウとかも2日間やってますけど、その初日2日目で独立してるじゃないですか。持ち越しじゃないですか。そうです、はい、アダルトチャオビレイビー級鈴木さん決勝戦、クレベル小池対鈴木選手。クレベルがね、チャオビになってからあまり試合そんなに昔ほどバカバカ出るように出る感じじゃなくなったんで、まあ貴重な感じですね。これチャオビになって初めてとかですか。チャオビ一発目です。あ、そのこれはまあ2日目なんですけど、最初にやったのはその、無差別級の無差別級の1、2回戦だったんですけどね。鈴木さんちゃんとここにリカコバッチをつけてくれてるんですよ。鈴木さん僕2回やってますよ、確かに。どうですか。強いです。強いですか。強いです。この試合をすごい楽しみにしてて、鈴木さんがやってみたいって言ってて。クルベル攻撃覚えてますか。吉野さんに相当迫ってたコバブルテリアの時に、3人ぐらいなんかブラジル人がいたうちの一人です。相当迫ってましたから、クレベル小池ぶん殴りましたから、クレベルいい加減にしろって言ってしつこいんだよね、ブラジル人ね。はい、クレベル優勝です。何で勝ちましたか。締め、はい、キーナ・コーリエンズ、レアンドロ・クサノ、チャービメジョ級決勝戦。このキーナはもうまだ20歳ぐらいの若者なんですけど、これもチャオビになって初めての試合がこの大会ですね。で、草野はもうチャオビになっても3年ぐらい経ってる選手で、今もう黒になったんで。そうですね、で、チャオビでヨーロピアン選手権で準優勝してますね。ほぼ全部膝十字で、ちょっと足感得意ですね、草野。この指を怪我してるんです。そうだ、もうそう、グリップが使えないんですよ、キーナが。本当だ、右手使えないと痛いですね。それなのに動く。そう、草野はね、今総合とかにも出てる選手で、まあ、柔術だけじゃなくて総合も出てるし、非常にアグレッシブに、ね、活動してますね。けどキーナもガンガン動いてバックを取ると、やっぱベリンボロ君にやっぱバック取るのがいい動きしてますね。場外出てますけど全然止めないですね、うん、いやこれはもうちょっと戻りましたね、はい、バック。あ、耐えてますね。右手締め使えないの痛いですよね、うん、やっぱり
き合ってんのかな。うん。ああ。これあれですか、階級別ですか。階級別決勝です。いやそうですよね、だってこっち引けないですもんね。引けない。あ、だって手こうなれちゃってるじゃん。もう使えないよみたいな。ちょっと変則的な感じで、あもうこれちょっと復活。けどまだ閉まってる。いや、閉まってないんじゃないですかね、もう。けど、うん、あ離した。どうですか、鈴本さん。それ禁止なんじゃないですか。いや、相撲さんの意見をぜひ聞きたい。これ決勝戦なんですか。決勝戦ですよ。これで優勝が決まる、はい、そうですよ。これあれですよ、この黒い人が着てんの、この道着、この道着。お揃いですか。お揃いです。え、同じチームってことですか。違います。違います。道着は好きなやつを着てはいいんです。ただこの例えばこういうのあるじゃないですか。こういうのがあの例えばチームの人で同じパッチ、これパッチって言うんですけど、同じパッチをつけたりとか、ゼッケンみたいな。そうそうそう。それがおしゃれです。だから牛乳のパッチ作って、じゃあつけますか。えー、つけたいです。牛乳みたいな。パッチ作るの高いんだよ。これ車で言うとあの貼ってある車で言うと、そう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 。はい、キーナ・コーリアさん、アンデルソン・高橋、これアブソルト級、こっちは決勝っす。あ、アブソルト、あ、これが明治よ。明治の決勝みたいな。決勝、そうですね。これが見たかった。F1 ですね。写真でしか見ない。キーナは純粋なアメリカ人なんですか。そうです。へー。コーネリアスですから。サルの惑星。そうです。お酒んです。お酒んです。お酒んじゃないじゃないですか。え、違かったっけ、お酒じゃないんだっけ。それフリッパーズ来たか。そうそうそう。コーネリアスはあれですよね、あっちの方ですよね。どっちの方。この話入れます。誰フリッパーズギター。フリッパーズギターのもう一人の小沢じゃない方。フリッパーズギターって何ですか。おっと、世代の差が出ましたね。そうですよ、僕が大学生の頃です。ほら、アンデルソン高橋が全然防戦一方ですね。ねえ、日本最強と言ってもいいアンデルソン高橋、やっぱり世界に及ばないのか、アンデルソン高橋。足投げ、あの膝から下の長さ、うん、長いっすよね。細長い。やっぱ足の長さ大事だよな、三角。結局後ろ三角になってるんですかね。なってますね、多分。後ろ三角、こうやると決まるんですよね。どうやると決まるんですか。この、これこう、こ足を持ってくると、あ、こうなる。あ、あ、そういうことか、あ、首詰まるもんね。そうなんですよ。一応抜いた。そういうことか、やってみよう、はい、というふうに僕は上松さんに習いました。もう最近ね、これやるんだけどね、うん、やっぱなんかここまで来るとこっちに頼っちゃう。そう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 、腕いっちゃうよね。相手が逃げるときに足とかを引いてくると、うん、こう、そうか、振ってきたときとかにこう、うん、なるほど。やっぱ三角はこう詰まるんですね、こうやって。そうですね。ああ、決まった。ああ、アンデルソンから一本。しかも後ろ三角、あ、出ましたね、ロイド・アービン。ロイド・アービン、どうやってやってんだっけ。はい、キーナ・コーリアルスは平尾優斗、アブソルト級決勝、あ、1回戦ですね。平尾優斗も今黒帯になりました。この試合が、茶帯の最後の試合になってますね。あ、そうなんだ。平尾優斗、消防士です。体バキバキですよ。消防士どうですか。消防士はなんかあんまイメージ良くないですね。なんでですか。なんで消防士イメージが良くないんですよ。なんでディスる、ここに来て。なんでなんで消防士、なんか噂で消防士チャラいって。それわかる。聞くか、消防士公務員ですよ。手堅いですよ。いや、だからモテる、モテるみたい。へ、消防士だから遊ぶみたいで。よくない。平尾優斗遊んでないでしょ、うん、地味だもん。常に練習してると思う。チャラいとこダメ。だ、体バキバキですよ。試合も出まくりますし、うん、
じゃあチャラくないフリーターと、はい、チャラい公務員どっちがいいですか。あー急に迷ってる。どっちがいる。でもチャラくないフリーターっていうのはなんでフリーターしてるかによりますね。あ夢を追ってるかもしれない、うん、そうそれです。そうそれです。バンドやってるフリーターだったらどうする。バンドか音楽好きだからいろいろ知ってる。どうですか爆音好きとして。そうですね、それはやっぱ一回ライブ見に行ってから決めます。そんなこと言ってる間に終わっちゃった。あ、クレベル対花輪選手。あのクレベルがこの試合があのチャオビのデビュー戦ですね。花輪選手はね RB でもうあのかなりチャオビでも実績を残している選手ですからね。階級も1階級しか違いません。ペナ対レイビーですね。なんかさっき道着が青と青で、うん、今度白と白でなんか素人的には違う色でやってくれた方が見てて分かりやすい。あの国際試合はあの結構色変わったんですよ。フェイスロー色を変えないといけなくなったんで。あ、そうなんですか。やっぱりこれはまだ全然あの 1回戦2回戦とかは大丈夫なんですよ。うん、同じ色でも決まりもちゃんとあるんですか。そう、ね、見づらいからポイントが、うん、これどうですか。これも締め技です。これ袖車ですかね、バックから、うん、そう。耐えてますね、花輪選手。なんか最近袖車の入り際をこうどこで入るが一番いいのかなと思っていろいろ小室さんの TVD とか見たらこうちゃんとタスキが締め落ちてますから失神です。失神 KO です。だから血流が止まってこういう状況になるわけですよ。締め技はでもそれだけ耐えてたってことですよ。タップしたくない。そう、キーナンコーレース中村優太、中村選手はもう九州から乗り込んできましたから T-REX 呪術、パワフルな呪術が持ち味ですね。けどガードも上手いですね。全日本選手権では2階級取ってますね。それと世界王者キーナ・コーネリアス、全日本王者だったら世界王者ですよ。階級的にはどんな感じなんですか。キーナンがメジオで中村選手はペサードかな。あ、でかい、ね、でかいです。だから日本では珍しい重量級の選手ですね。今スイープしましたもんね。すごいですね、本当に右手使えないね。そう、片手、そう片手呪術ですよ。でも巻きスパイダーすると止まるんですね、片手でも。全然使ってない。もう使えなさそうですもんね、完全に。もう本当にこういう感じですよね。こういう感じですもんね。けどそれでも来ちゃうってすごいよね。っていうか、無差別も出ちゃってるっていうのがすごいですけどね。うん、若いって素晴らしいですよ。うん、21とかでしょ。多分同い年ぐらい。うん、それ小声でやめてください。拾ってますよ。大きい声で言えばいいのに。キーナ強いな。キーナ強いです。さあこの因縁の対決、アンデルソン中島クレベル小池、これがね2011年度はもう、4回試合して全部クレベルが勝ったのかな、しかも1本で。でこれ2012年度お互いチャオビになって初対戦で、しかもアンデルソンはあの怪我からの復帰明け、おい、いきなり先制しましたね。これはアンデルソン高橋君、クレベルが因縁の対決です。小池君対高橋君どうでしょうか。審判が審判、今が噂のカーロス・ヨタじゃないですか、暴力事件。この時頭すごかったです、こっから斜めに、うん、そう、皇帝ペンギンみたいになってるんだから、カーロス・ヨタ大丈夫でしょうか。スイープですよね。今までね、あのアンデルソンは下から一気に三角とかで決めに行くパターンが多かったけど、この試合ではスイープを多用してましたね。
クレベルも、クレベルもスイープ本当スイープ合戦ですね。スイープする、そう、スイープしてけどそれちゃんとポイント入るじゃん。でそれ何秒か経ってからまた作ってのスイープだから、ポジションが定まらない状態でのスイープ合戦ではないから、結構これはおっていうのがあったね。本当にもうお互いが面白いように返しまくってるから、それはもっと2人とも上を練習しなくちゃいけないってことですか、うん、ただ柔術界的に言うとやっぱりそのパスガードってやっぱ難しくないですか、うん、だから3ポイントなんですよ、うん、奇数ですから。なんか正直な話、もっとあってもいいぐらいにパスガード、うん、多分今世界チャンピオンクラスの人って誰もパスガードさせないじゃないですか、うんうん、ねえ、どう思いますか、スイープとパスガード、うん、やっぱパスガード難しい。だって基本はやっぱ下からのものばっかりじゃないですか、パスガード、パスガードですよ、3ポイントですから。だから最近引き込む人がやっぱり多いんですね。パスガードは3ポイント、パスガード3ポイント。ただやっぱりなんか反転になった時にこう最近はなんか上からこうやってる人にこう審判の人はこう旗あげたりはしますけどね。そうです、パスガードがいかに難しいかっていうのをちょっと聞いてくださいよ、経営の方々に。え、聞いてください。パスガードが難しいって、スイープは1回1点なんですか。2です。2ですか。え、パスガードって3です。相手の足をこうやって押さえ込む状態になると3です。なんかやっぱり柔術って下からこうやるのがこう基本というか、だそのやっぱりすごい発達してるんですよ技が。だからその足を越えてパスするのがどんだけ大変かっていうことで、こう下からこうスイープして2ポイントよりも高いポイントをパスで与えてあげる。だから2と3があるんです。難しい、わかりました大変ってことですよ。そうです、ね、ポイントが大きいものほど大変ってことです、うん、だからさっきみたいに後ろからこう締めてたりするじゃないですか。あれはもう完全に、まあ、難しいポイント、難しいポジションではないですけど、まあ、相手をこう制している状態なんで4ポイントなんです、うん、そう、ポイントがね、ポジションによって変わるんですよ。でも基本的には2か3か4で成り立ってます。でその中で唯一奇数なのがさっきのパスガードってやつ。へー、3ポイント。パスワード3ポイントについてどう思いますか。奇数ですよ、そこだけ奇数ってことは1個取っとくとでもいいですよね。いいですよ、1点差で勝てる。そうそうなんですよ、いいところで。スイープされてもね、パスガードすれば3ポイントで逆転ですから、うん、大事ですよ。足感取るの。ずっとね、あの膠着しないよね、この2人は。やっぱりいいよね、動くからね。しかもその、 あの動きがポイントに結びついてるっていうのはね、レフリー泣かすですけど、うん、そう、ポジションが止まんないからね。50-50、この武道のパッチついてんの、アンゼルさん。しかもこれあれじゃないですか、印刷のじゃないですか。うん、なんでこんなの持ってるの。しかもちょっとかなりハゲてるけど、家でつけて、買ってつけたんじゃないですか。アイロン、アイロンプリント。武道で、あと武道でなんか買ったらついてきたとか。アイロンプリント。だってこれあれじゃないですか、洋式さんがここにつけたサイズと同じだ。家でアイロンプリント相当やってんのこの人。切ねえな。え、だからうまいうまい。あの人家でアイロンプリントやってるの。いや、奥さんがやってるんですよ。すごいですね、山田さんが。すぐに X で返した。アンデルソン高橋っていうのね、この選手。けど奥さんはケイチ山田っていう。結婚してるのに名前変わってないっていう。高橋さんの奥さんは山田さんの。なんでですか。よくわかんない、ブラジル人だから。結婚する前からそうだったってことですか。そう、ブラジル人だから名前が変わってないの。ブラジル人の山田さんですか。そう、ケイチ山田で、この人はアンデルソン高橋。そういえば気になってたんですけど、うん、この選手、柔術の選手は大体基本的に本名、うん、本名、全員本名、うん、なんかそういう、ないんですね。あ、なんか試合用タイガーマスク的なやつ。そうそうそう、タイガーマスク。アマチュアですからね。すごい。そう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 。でプロのリング出るときは名前変える人もいます。あ、いるんですね。そう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 。
この人は昔リングネームありましたから。リングネーム昔リカコだったんですよ。へえー。アルファベットですか。そう。ああ、かっこいいですね。けど今は普通の名前になっちゃったけど。そう、芸名があったんですよ、芸名が。なんであれになったの。腰痛そう。すごいですね、8分間ほぼノンストップですね。そう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 。でしっかりね、お互いほら攻めてるじゃん、うん、守りに入ってないもんね。やっぱこの2人の試合はもう鉄板だよね。悪い試合ないですね、絶対ない。けど今までずっとね、そう、アンデルソンが、アンデルソンがもうやられてね、決められたりなんだりしてたのにね。クレベルには勝てないよねってみんなに言われてた。そう。そう。いやけどもう今本当決めよりもスイープの方に、スイープ狙いに行ったからなのかもしれない、作戦変わってるかもしれないけどね。これポイントはもう10何対1、そうそうそう、12対10とか。今2ポイントじゃねえのかっつって。はい、高橋君勝ちました。はい、クレベル小池ふてくされる、相変わらず態度悪いですね、クレベル小池。もう目線合わせないですから。お、あ、違うか、違うんだよ、これアンデソン、これやっちゃいけないんですよ。あれはクレベルにとってすごい屈辱なんです。はい、でキーナ・コーレアスとアンデルソン・高橋ですね、今の決勝戦です。お、動機変わってる。あ、2日目、そう、2日目だから。どうですか、アンデルソン・高橋。ずっと咳を我慢してました。あ、じゃあこれあれですか、階級別も無差別も同じか、同じ階です、ね、そう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 、2回やってるんですよ。え、さっきと同じ2人。そう、階級別と無差別級で2人とも同じ人が勝ち上がってきた。で、1日に 2度対戦ですよ、うん。よくあるんですよ、柔術だと。あの階級別にも出てるし、無差別にも出てて、強い人同士がやっちゃうと2人とも勝ち上がっちゃうっていうのがよくあるんだよね。すげえ、あっさりパスが。でも本当だったら多分締め行きたいですよね、行きたいですね、ここから取れないみたいな。だって枕にしてるけど襟持てない、襟持ってないですか。モテてないってことですもんね。あのステップが大きいよね、今もそうだけど。そうですね、やっぱりだからまたぐのもそうだし、ほらほらほら、うん、一気にあそこまで回っちゃうじゃん。カイロンとか、そうそう、足のその動かし方の半径がでかいっていうかね。こんだけ長いと膝取れそうだけどね、足。固まってしまった、うん、抑えるところ抑えると。おっと、これ裸締め、サイドチョーク、ちょっと腕三角みたいな形で入ってる。ああ決まった。決まったの。腕三角っぽかったと思うんですけど、肩固めみたいな形からそのままバック取ってたような気がするんですけど。おっと、指を負傷してる。キーナ・コーネリアス、2階級制覇。してるからこそ同率がないみたいな。はい。今のが紫帯、茶帯の試合でした。茶帯ではですね、キーナ・コーネリアス、アンデルソン・高橋、クレベル・小池、この三つどもえ戦がね、なかなか見応え十分でした。どうでしたか。はい、キナン
構すごいやっぱ注目してたんですけど、今年のあのパン選手権で結構なんかレーシーマガジンのツイートかなんかでキーナンキーナンって言って誰だとか思って結構注目してたんですけど、まあ、あの YouTube とかで試合とかいくつか見たんですけど、今ちゃんと見るの初めてなんですけど、やっぱ強いですね。ちょっと右手負傷してたのかな、ね、強さ。しかもこの指が使えないのにあんだけやるっていうのはかなりの、あれ来年 の, その世界柔術は多分黒帯で出てこないとは思うんですけど、ポストマルセリーニョ、マルセリーニョももうあれじゃないですか、そろそろどうなのかっていう、強いことは強いですけど、その後のメジオ級、メジオ級じゃないミドル級ですか、誰が出てくるんだってちょっと気になりますよね。気になる。でもまだ若いですからね。しかも宮尾、に勝ってるっていうのもそれもまた大きなところで、クレベルとも過去に試合やって一本勝ちして、でこの間の大会でもその宮尾からも取ってると、なんかそういった意味ではもうちょっと茶帯の中では頭一つ飛び抜けた存在ではあるのは間違いないですね。その3人目のちょっと黒帯、その海外の選手、ブラジル人じゃない選手っていうちょっと期待したいところがあります。そうですね、まだまだ若いだけに今後も期待と。そうですね。どうですか、安さん。はい、初めて知ったのが今年のマムンジアルで、あのメダルをいっぱいかけて写真を撮ってたのを見て、あ、この人なんか強いんだなみたいな感じで。お母さんと来てましたからお母さんに知られて来てましたからそしたらなんか、まあ、宮尾と決勝をやるってことになって、宮尾と決勝見せたんですけど、最初もう 50-50 でもうがっちり固めて、まあ、最後立とうみたいな感じで終わっちゃってたんで、試合がやっぱ見れてなかったんですけど、今回やっぱあの、まあ、試合を見て、まあ、指を負傷してるにもかかわらずあんだけ動いてできるのはやっぱすごいなとは思いますね。あのそう、あのそうお母さんと来て、あの 1位 の, あの表彰台のところに座って、こうここにジャラジャラ全部メダルをかけてこうやって、あの周りがロイ・ダービン の, あの歓声を上げてるわけですよ。ずっとずっと延々ともう20分ぐらい踊ったりしてたのをすごい覚えてます。踊ってた踊ってたの、すごい。なんかあ の, なんで、あのここのあの一番偉い人がロイドもうすごい言って、なんかあの全然関係ない人胴上げしたりとかそういうお祭り騒ぎだったとそう思い出しましたね、はい、どうでしたか、質問さん。はいあのなんかあの昔サトシとかいたじゃないですか。お覚えてる、サトシ覚えてる。もういないんですか。いますよ全然出てこない。サトシどこに。これから出てきます。あ、これから。あ、じゃあ楽しみにしてます最近またちょっと出てね。そう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 。どうでしたか、吉野さん。よく覚えてたね、サトシ多分名前がサトシだから覚えてるんじゃないですかねそうなんですよ、バッサリ。そうなんですよ。そんなことない、柔術に興味があって。そうだね、うん、おっと、そんな空気どうでしたか、吉野さん。今日覚えたことはパスガード。お、パスガード3ポイント。3ポイント。だんだんいろいろ覚えてきました。パスガードなかったですけどね。あ、なかったですか。でもあの言葉をいろいろ覚えて。あ、いいですね。スイープを覚えて、パスガード覚えて。はい。あの、ね、あとちょっと気になったんですけど。はいはいはい。あの、こう見てていろいろ試合を見に行った時のことを思い出したんですけど、うん、あの試合中に外に出そうになったらそのままその体勢をキープして。そう、ずるずるずると引っ張られるんですよ。あるじゃないですか。それあんまりなかったですよ。あ、だから そうなると、一旦ブレイクして戻す場合もあるし、そのままずるずる引っ張ることもあるんで、うん、まあ、そのシチュエーションによってですね。確かにさっきも四角から出てるのに止めなかったですね。ちょっと多分 遅いんじゃないですかね、うん、止めるのが、うん、おっとレフリー批判。いやいや、そうだっておっと僕らはさすが JBJJF の公認レフリー。いやいやいや、それはあの例えばさっきのところで言ったら黄色のマットはもう場外なんですよ。おお、言っちゃえば、はい、あそこは場外なんで、もうあそこにかかってたら戻さなきゃいけないですよね、本来であれば。JBJJF のルールならね。いや、IBJJF です。IBJJF ね。IBJJF です、はい、なんで、そういう意味ではちょっと遅いんじゃないかなっていうふうに僕は思っただけなんで、うん、ね、あのそれはもう向こうの JBJJF とは違うところだなって思ったと。そうそうです、はい。はい、じゃあそんな感じで前半戦見ていただきました。後半戦、これからですね、黒帯の試合をの数々、見ていきたいと思います。はい、
それでは CM です。リバーサルジム東京スタンダード片岡です。じゃあ今から自分の得意な技をやります。はい、じゃあハーフガードからのスイープです。まず袖持って相手の手が外にあると返らないので、で疲れちゃうので袖を持ってきます。で膝もいらないです。そうすると相手は、抱えてきたり前に来たりするんですけど、この手だけ絶対外に出させない、出させない、先ほど言った理由で手疲れるっていう、置いとくだけです。ただそのまま中に入ります。で自分があっちを向く形で、その時に足で相手の足を蹴って、足の膝の横を蹴ってやると横に行くので、そうだ、最後この手で返します。で相手の出方にもよるんですけど、相手が前に来てたら真ん中に入って、で足で膝の横を蹴ってやるみたいな。じゃあどうですね、はい、ここからですね、ヒクソー杯で行われた黒帯の試合、数々見ていただきたいと思います。去年はですね、アトスからすごいいっぱい、翔平選手いましたが、今年も、世界王者、マイケル・ランギ、あと、茶帯の世界王者、DJ ジャクソン、この選手を招聘して、試合に出場され、しました。で、DJ とマイケル・ランギは、2人とも無差別級にも出てますのでね、この2人の直接対決もあるかもと。いう試合になっております。マキュランギーリーモさん好きですね。そうですね、僕ランギー好きですね。どこら辺が好きなんですか。まず道着がかっこいい。僕はランギーとかっこから入る、はい、ランギーとホドウホが道着だけで言ったら一番かっこいいなっていうふうに思ってるんで、うん、まああとあれですね、あのガードワーク、あれちょっと誰がパスガードするんだろうなんてずっと見てたんですけどね。ちょっと最近いろいろあるのが残念だな。いろいろあるって何があるんですか。いやいや、だからそのちょっと負けちゃったりとか、あの問題もあったじゃないですか、そのアメリカにビザ問題、そうですね、あれがあったりとか、あ、それが残念なんで、逆に日本に来てくんねえかなみたいな風に思ってたら、まあ、ちょうど来てくれたと。グッドタイミングと。そうですね、本来だったらアジアとかもぜひ来てほしいところなんですけどね、うん、ランギー、もう奥さんとこっちに来ちゃえみたいな、うん、道場作っちゃえば新婚旅行で来るって話もありますからね。日本に、あ、そう、遊びじゃねえかっていう。どうぞ、岩さん、マキュランギ好きですね。好きですよ、顔も好きだし。顔が好きなんじゃないんですか。イケメンイケメンっつって。そうなんですよね、かっこいいですよね。ここがかっこいい、こうかっこいいと思います。さっさに似てます。毎回言うんですけど、こうさっさに似てないですか、ここ、このボコっていうのが。あの、なんていう、何顔って言うんだっけ、なんかあるんですよ、
どうですか、イグアナ顔みたいな。イケメンなんですって岩さんに。あ、見てください、ちゃんとサトシとかと同じ感じでイケメンですから。あ、そう、マイケル・ランギ、そう、これはもう名前インプットですよ。そう、ランギも日系ブラジル人なんですよ。マイケル・ランギって名前だけど、離婚したお母さんがの再婚相手が日系ブラジル人なんて、まあ、ちょっと深い話してる、まあそれは関係ないですからね。とりあえず一応日本に関係あるぞってことですから。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ、はい、振りお願いします。それでは VTR スタート。はい、あ、ガロ級ワンマッチ決勝ですね。増田選手と戸所選手。増田選手はもう青銅柔術からのずっと日本の柔術総名機からやってるベテランですね、ストライプルで。対する、戸所選手、自柔道ベースで今パレスラ岐阜、あ、今何顔目か、サミング指が入っちゃった、指が入って、おっと、これは続行不能か、痛い、おっと、組手で、組手争い、まあ柔道の組手争いでね、ちょっと、ね、ちょっと増田さんがタックル入るときにちょっと、ちょっとこれでドクターが呼ばれます。ああ、これで終わってしまいましたね。あ、はい、で、アダルトプロ負け決勝戦、山田選手と水野選手、はい、山田選手パイシャオン柔術の代表ですね。で、水野選手もビスカ柔術の代表ですよね。ビスカ柔術、はい、あ、水野選手はもともと寝技ワールドでやってて、その後、コブリンヤのところでアトランタ、アリアンスのアトランタでずっと練習をしてて、まあ、海外の大会でアリアン所属で出てたりしてますね。山田選手はもともとポゴナクラブジムで、で今は、自分でパイシャオン柔術を立ち上げて、そこの代表兼インストラクターとして頑張ってる選手ですね。ムンジャルでもベスト8まで進出、あ、ベスト16かまで進出した選手ですね。非常に強いです。で、水野選手はもうマスターですけどね、まだアダルトで、この試合はアダルト出てますね。水野さんはあれですよね、あのファン選手権とかマスターのプルマとかで優勝してますね、うん、そうですね。あ、今流行りのレッグトラック的な足を潰す、浜田選手はもう上も下も強いですよね、本当に。この間のドバウ団体戦とか見てても思ったんですけど、あんまりこうプルーマンとかであんまりいないタイプなんじゃないかなと思ってますけど、何とも取るのもうまいし、そう考えると日本のこの黒帯プルーマンのツートップ、ね、金子選手、山田選手っつって両方ともポゴナ出身というか、ポゴナの中でね頑張ってるっていうのはすごいいいですね。このなんか袖が全然こう切れないんですよね。山さんのこのフォレッタ行くとかいつもこう持つんですけど、これがもう全然切れない。日本三大フォレッタでしたっけ、なんか話によると。そんなもんあんのかよ。あるらしいですよ。そうなの、はい、誰ですか、時藤さんと、時藤さん と、この山田さんと僕、あともう一人知らないんですけど、そういうのがあるらしいですよ。なんかちょっと何かで見たことがあります。日本さんけど今そのホレッタあれじゃないですか、柔術新聞とかじゃないですか。今そもそもホレッタ時代がさ、そこまでポピュラーな技じゃなくなってきてるからね。また同じ一発があるんで、うまいですよね。腰殺してる、まずは。確かにそうですね。ホレッタ時代あんまり見ないですよね。うん、そう、昔はね、すごいホレッタ、ね、渡辺直美さんがね、ああすごい、あの使って現役時代ね、そうですね、有名さはだ、そうですね、そう考えるとあの面々とそれでもまだ使い続けてるっていうのはね、こだわりを持ってやってる職人派だと言ってもいいんじゃないですか。え、誰がですか、この今ホレッタを使ってる人たちは。うん、そうなんですかね、でもどうなんでしょう。でやっぱりいい技なんじゃないですか、要はね。この間そのビルクーパーとホレッタやったじゃないですか、うん、ホレッタじゃないや、誰でしたっけ、アメリカでやったやつ、ホレッタじゃなくて、ニーノでしたっけ、ニーノとやった時、ニーノのホレッタとかやっぱり良かったっすよ。
山田選手勝ちました。ペナ級決勝戦、関口選手対片庭選手。関口さんペナ級で久々に出てますね。今まで、レイビーとか出てたんですけどね。この2人ももう本当柔術創世記、日本柔術シーンの創世記からずっとやってる選手ですね。ね、ガードが強い関口さん、弁護士ですから関口さん。弁護士。いろんなことやってる人がいるんですよ。すごい。なんかあったら相談するといいですよ。関口さん弁護士ですごい、そういう仕事を激もこなしながらもね練習してここまで強いんだからすごいですよね。しかもだって結構40過ぎてるはず、体バキバキじゃないですか。バキバキ。今こう背中がチラチラ見えてますけど、背中がすごいですね。しかも海外行くとビジネスクラスで行きますから。すごいですよ。ブラジル行くときビジネスクラスで行きますから。さすがですね。さすがですよ。お、片庭選手勝ちました。はい、レイビー級決勝、細川明選手と山内光悦。はい、細川選手は名古屋のアライブっていう道場から、東京に出てきて試合やってますね。で、山内くんはもともと警察官だったんです。警察辞めて今は IKEA で働いてるのかな。なんでですか。そう、今はそう個人情報が道場出すのかなと思いきや IKEA で働いてるっていう。今結婚して子供ができてどうするんだろうっていうのはありますけどね。この人はブラジルにもよく行ってて時間守らないんです。ブラジリアンタイムなんですよ。でしかも約束ドタキャンするんで信用できない男ですね。山内光悦。ブラジルってそういう感じなんですか。ブラジル人は信用できないですね基本。時間に関してはですよ、いい人多いんですけど時間に関してはもうゆっくり来るのが当たり前みたいな。それをそういうところを継承してるのはこの山内光悦ですね。でも柔術ってブラジル多くないですか。そうです、ブラジル柔術ですから。あ、そうか。お、さすが、すごそう。じゃあ、あ、一本勝ち。このそうだよね。あ、山内くん。はい、細川選手、一本勝ちです。細川選手も強いですね。もうレビー級で国内トップ。はい、来ました。マイケル・ランギ対。なんかでかそう、マイケル・ランギ。あ、じゃあ今のはレビー級の1回戦。どうなんですかね、これ準決勝三つどもいなの1回戦だった、うん、あ、そうかそうか。もうこのスパイダーガードもうこれ おけど、頑張った。マイケル・ランギって DVD とか出してないです。出してないです。と、今の足すくうやつをアンデルソンがよくやってるよね。よくやってた。そう、過去形です。ランギもバキバキの体ですよね。そう、そう、なんかセミナーやってたじゃないですか、うん、だけど平日の夜とかで全然行けなくて、行きたかったのに。また来てほしいですけどね。来ないんですか。あ、だから今度は12月にし、旅行で来るって言ってた。旅行またセミナーやってくれるんですかね、うん、いや、予備は来るでしょ。もう絶対出たい。いや、メールにやるとりはしてるから頼めば来ると思う。言ってくださいよ。じゃあここで。なんでこんなチンケなとこ来んだよ。宮尾来たじゃないですか。いや、呼びは来るけど。いや、もうどこでもいいです。土日で、平日じゃいけない。で、平日で横浜とかだったんですよ。後ろ三角。わー、決まった。山内くん、2試合連続1本負け、ちょっとダメですね。ちょっとダメです。ちょっと、IKEA でバイトしてる場合じゃない。相手が強いです。はい、細川明対マイケル・ランギ、これが名古屋対サンパウロ、それがマッチアジ実現。おー、いいですね、いいですね。おーい、そう、この細川選手の先輩の
アマゾン杉江選手っていうのがいたんですね。もう今ちょっと引退したんですけど、その人とヨーロッパ選手権でずっとマイケル・ランギと試合やって勝ってて、それのリベンジマッチだったんです、これは。兄弟子倒したやつを俺がやってやると言ったんですけど、さあどうなることやら。名古屋からね、わざわざ東京に出てきて試合してるんですからね、すごいですよね。吉野さんどこですか、出身？埼玉です。あ、埼玉。はい、一緒です。埼玉どこですか？埼玉どっち？今も住んでるの言えません危険危険須藤さん、岡山ですよ。岡山です。神戸の隣。広島の隣。え、広島ってそんな近いの？そんな近いってことか、ね、そうですよ。俺九州の方かと思った、広島って。知らなかった俺岡山ってどこなのか知らなかったもんね、この間まで。結構なかなかガードに苦戦してます、ね。そう、マイケル・ランギってなんかずっと下のイメージあるから、なんかパスカードして、ね、ギュンギュン行く感じはないよね。うん、まあそうです。でもパスも上手いですよね、うん。そう、あの小ぶりやっぽいね、あの足を振り上げるパスガードね、うん。あと瞬間的にこうバシッと腰切るやつとか、小ぶりやっぽいですよね。ここからガンと腰切ってくるやつ。でもやっぱ自分がスパイダーやってるから、スパイダーのこう切り方とかはやっぱり、あ、これだよね。あ、ついた。そう、みんなこれやるよね、今。あの、ね、襟を引き出すの。伏せる人が多いからじゃないですか。あー、なるほど。で、あのまま伏せられると結構やっぱ、こうバック行こうとした時に戻されたりするじゃないですか、後ろに。パワーとかもね、うん、みんな。あ、これですよ。あの、腰切りターン。ついてくなぁ。すごいですよね。行ってから一旦戻るでしょ。だからあそこがカポエラだよね。カポエラムーブ。やっぱここだけでいいんだね。これクラッチですよね、多分。タスキのクラッチだけだと思うんですよね。いや、運動神経いいなっていうの分かるよね、あれ。ああ、もう締めのパッチ入ってる。細川さんの体もすごいけど。やっぱね、アスリートだよね、みんな。うわぁ。あー、一本勝ち。マイケル・ランギー、でも締めですごいですね、うん。締めで一本勝ちです。はい、メジャー級準決勝、DJ ジャクソン対コー・ハンセル選手。コー・ハンセルさん、どこの人でしょうか。韓国の黒帯？わかんないです。でもそんな感じじゃないですか、名前的に。韓流柔術か。わかんないですけど。なんだよ。いやでも こっているじゃないですか、韓国の方って。コ四派さ。コ四ピル？まあそういう名前の方って結構いると思うんで、そうなんじゃないかなと思って。そう、その DJ ジャクソン、DJ ジャクソンはこれが黒帯初試合ですからね。DJ ジャクソン。うわ。と DJ ジャクソン、DJ も同じパターンだよね。テイクダウンして上がハーフガードからじわじわパスして、あと木村でしょう、ね。もう鉄壁の攻めスタイルだよね。けどこれの形からいかない、あの変わんないもんね。まあ、本当、あ、わざと。なんかそれ臭いね。わざと襟引き出して。うわ、力強そうな、見てください、あのお尻。この辺全部でかくないですか。通径がでかい。ベースって言うんだろうな。ほら、怖い怖い。まあ褐色の弾丸ですよなんかここまで来られるとなんか引いちゃいますよね。うわ、あの繋いでんのかな。 DJ ジャクソン、ラペラ、これでやれって言ったら嫌だよね。怖いよね、なんか猛獣みたいじゃん。
ねえ、スパーですら怪我しそうです。猛獣みたいじゃない？大丈夫です、スパーすごい柔らかかったらギャップ、ギャップ嬉しいですけどね、逆に実はスパーは下からなんだよ、みたいな。私このベリーも痛そうですもん、重そうだもんね。バックか、これもクロック打ってるのかな、打ってないな。戻った、うまい、返すね、戻った。この下の選手めっちゃ戻してますね。ねえ、ガードすごい。ただ圧力はやっぱ。だけど今のはちょっとイージーでしょ、足。でも顔向こう向いてますからめっちゃ。ああ、出た出た出た。木村。こんなに引き上げてんのに。またげ。ああ。必殺パターン。もうあんな思いっきり来られたら死にますね。でも身長はそんな高くないですね。うん、詰まってますね。決勝戦、小笠原誠だ、DJ 誠、あ、小笠原くん、台湾、台湾から来た日本人台湾から来た日本人台湾在住ですから。あと DJ ジャクソンですね。もう丁寧な語り口で有名な小笠原誠、あの呪術プリストで流れたあのテクニックのあの丁寧さがもう素晴らしかったってみんな絶賛してます、うんうんうん、テクニック以上に喋りだけすごい聞き取りやすかった。そう、小笠原くんいい人ですから。台湾行った時もいろいろ照れてくれてね、非常に面倒見がいい人ですね。なんか飽きさされると厳しいですよね、特にパワー系の人とか。そうけど、あのレオサントス飽きさされてからでも行くよね。あれ手長いですもん。長いですもん。あれはちょっと違うでしょ。長いですもん。学外ですよ。長いですもん。こんなずっくりむっくりした体型じゃない。だって脇刺したところから帯とか取りに行くじゃないですか。すごいよね。あれはちょっと特別なところあると思いますよ。違うぞと。凡人じゃないぞと。どうですか、鈴本さん、外人選手。え、外人選手どうですか？DJ っていう本名なんですか？いや、DJ はニックネームですね。あ、ニックネーム、それはさすがに。そう、デランジオ、デランジオさん。あ、デランジオ略して DJ。デランジオジャクソンで DJ ジャクソン。普段 DJ とかやってるんですか？やってないじゃないですか。あ、わかんない、それわからない。実はどうしてたんだろう。ラッパーかもしれない、この髪型もね、うん、うん、だから DJ なのかもしれない、もしかしたら今度会ったら聞いてきてください。うん、聞いてきます。え、なんて聞くんですか、 DJ やってるの。 DJ やってる、お前 DJ やってるのか。ちげえよっやってみよみたいな。小笠原さん、ここまでパスガードさせてません。そう、小笠原くんもガードが上手いからね、けど腰悪いんだよね、ヘルニアですから。え、そう、ヘルニア、やっぱあの下になって、あ、決まっちゃった。何でやったの？締めかな。締めじゃないですか、ね、でも。そう、ガードポジションで相手の体重を受けちゃってるから腰にすごい負担かかっちゃって。ダースとかだったんですかね。結構腰悪くする充実が多いですね。で、そうですね、これはアブソルトの決勝戦、このダニエル・チェルビン、オーストラリアですから。ダニエル・チェルビン、オーストラリアから来ましたね。でかい。やりたくて来たんですかね。そう。あ、違う、普通にあの日本に来て。でかいですよ。去年はめちゃめちゃでかいですよね、なんか。去年とか前回のあのアジアオープン来てるね、ダニエル・チェルビン。あ、そうなの。そう。こんな人でかい人いた。そう、今度はこれにあのアメリカ対オーストラリアですよ。日本で。日本でアメリカ対オーストラリア。わあ。もうこの形ですね、全部。そう、ハーフガード脇さす、脇取らしちゃダメだよね。身長差相当あるでしょ、これ。だって抑え込んでるのもなんかこう跳ね返っちゃいそうな感じ。DJ ジャクソンもそんなに背高くないですか。うん、チャイチーで。あの。あ。終わっちゃった。なんで。
まあ多分あのマイケル、あ、DJ 勝ちましたね。これランギ対片庭選手。片庭選手も有名選手を相当やってるでしょう。ランギ道着普通ですね。そう。リーモーさんがあの欲しがってる道具じゃなかったから、ちょっと橋本さんに頼んでランギの道具買ってきてください。そう、交渉役をね。そしたら、そしたら普通だった。普通だったから。僕はできればあのコラルのバチバチパッチ貼ってるやつ、背中にアリアンシと、うん、あのコボリーンのマークバーンの2枚張りのやつ。2枚張り。2枚張り。あれかっこいいじゃないですか。ハローパックスで、ね、2枚張りで。たまんないですか、あの本当にあの道着。そう？あれそれ僕だけですか？あのドンドンですよね。そうドンドンパンパンみたいな感じの。一番かっこいいと思うけどな、あの道着。でもやっぱ丸とか三角でこう背中に2個入ったんだ。丸三角四角。ね、あれやりたい。何が好きなの？道着の。誰のが好き？岩さん。私。あ、締めで一本。特にないかな。ただそのあれがいいです。パッチの並び。あとこのここのお尻、小笠原さんさっきやってましたけど、うん、あのお尻に丸パッチ。はい、DJ ジャクソンとマイケル・ランギーついに来ました。あ、やったんだこの2人。そう、元世界王者対チャオビンの世界王者。黒部決勝戦。階級は DJ ジャクソンの方が1個上ですか？そう、メジョーです。で、ランギーはレイビーです。今日初めて引っ込んだとこ見た。ランギー？はい。多い。結構あっさり。そうけど、DJ もあれがいるでしょう、JT がいるでしょう、ロイドには、はい、だからスパイダーガードに慣れてるはずなんだけどね、うん、もしかしたら JT にはこんな感じでやられてるのかもしれない、うんうん、おぉちょっとひっくり返す。すっげえな。パワーみたいな感じで、もう跳ね返したね。まるこれもブラジルとアメリカですよ。ブラジルとアメリカが浜あ町田で町田に実現。うわ、あの貼られた時にどうするかを教えてほしいですね。え、何何、こう貼られて手一本になっちゃうじゃないですか、うん、あの時にどう対応すればいいのかを教えてほしい。結構煽ってるもんね、ガンガン。おー、これこのまま足振ればいい。おっと、いや 戻るよね。柔らかいな、体が。見入っちゃいますね、うん、コメントのしようがないというか。どうですか、すみません。そんな時は、そんな時は鈴本さんに。はどうですか、この緊迫した。そう、これ実をやってる人にとっては、うん、こうもうこんだけすごいと、もう喋らないでもう見てたいぐらいです。あんま変わりないですか？これなんかどっちかがどうにか動いちゃうと、なんかボーンってなるってことですよね。え、さすが、わかりますね。ただ、一番柔術らしいですよね、その力自慢対、うん、こう、柔らかいのがどう、テクニシャン、テクニシャンがどうさばいていくのかみたいなの。吉野さん、どうですか、この試合。うーん、お、うなった。あまりわかんないです。お、はっきりと、はい、はっきりと、正直な気持ちを、はい、吐露しましたね。あんまりなんかコロコロしてないなっていう。いや、多分どっちも、うん、さっきみたいにそのポジションの取り合いではないんでね。はい、あ、それはこの選手たちのやり方っていう。そうだ、上の選手がすごい力があってどんどんプレッシャーかけてるじゃないですか。そのプレッシャーをいかに逃がすかっていうような図式ですね。だ、下の人の方がやっぱその力で、ま、劣勢になってるんで、うん、さっきみたいにそのポジションの激しい入れ替わりっていうのはないですね。これ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 。うわ、
うまい。足すくってね、そこ浮かしてそこ取って起き上がるわけでしょ。こっちで一回崩して、うん、バランス取ったらこっちの曲がってる方に引っ掛けてる。そうそう、足浮かしてる、浮かしてんだもんね、うん、踏ん張られてるところなんで、そこでその足引っ掛けたって持ち上がんないもんね、うん、体重移動させての、そうですね、足のすくい、うん、連動してますね。こうなるってことですね。そうですね、ここに、そうですね、こうちょっとこっち側に浮いちゃったのに、さらにこの足かけて動かしてるってことですね、うん、おぉ、十字ギャー、おぉ、あー、タップした一本、ここ負けだった。マイケル一本、執念の、さすが、一本取りましたね。とても楽しい中継だったと思います、レフェリー、もあまりミスが見えなくて、それがやっぱり私が一番ちょっと気にしているところ で、で会場も盛り上がってましたし、内容のものすごいいい試合を、皆様ブラジルの皆様も含め、海外の方もいろいろいましたし、アオーストラリア、韓国をはじめいろいろいましたので、結構、国際的な試合になりましたので、はい、ヒクソン杯の黒帯の試合の数々見ていただきました。マイケル・ラング対 DJ ジャクソン、で今年の、ムンジャルのチャオビトの世界王者 DJ ジャクソンが黒帯になって初めての試合、あとマイケル・ラング、今でこそちょっとムンジャルとか出てないですけど、 かつては、ね、世界選手権2連覇という金字塔を打ち立てた選手の一戦、直接対決を実現しました。でそれがまた腕十字で一本勝ちというマイケル・ランギね、もう世界王者の意地を見せつけた一戦でした。どうでしたか？そうですね、なんか一部噂で、あのランギもう試合しねえんじゃねえかみたいなちょっと噂があったんですけど、まあ、しっかりね試合してくれて、で強さもしっかり保ってるというか、まあ、当然じゃあ当然なのかもしれないですけど、強いところをね、日本のそのファンのみんなに見せてくれたのはちょっと嬉しかったですね。はい、大好きなマイケル・ランギ、良かった、良かったですね。道着がもらえなかったのがいいと思う。道着、まあ、もらうなんてもうおこがましいことは言いませんけど、今度来たらぜひ言ってください。よろしくお願いします。どうでしたリアスさん、はい、そうですね、マイケル・ランギかっこよかった、かっこよかったですね。好き。でも結局あの会場でこう寝転がったり、出たり入ったりしてたんですけど、あそこから入る、なんだっけ、ブースの中に入れなくて、全然こうサインをもらうに、なんでサインとかもらうんだよ。でまだ一回ももらってないから、写真はなんだかんだ撮ってるんですけど、うん、もらってないからもらいに行こうと思ってたのに、うん、今回写真も撮れず、接触できず、接触できず、しかもセミナーも出れず、まあショックなことがたくさん。じゃあまた来てほしいと。あ、だから DVD とか出してほしいですね、うん、ぜひ、はい、お願いします、お願いしますって。どうでしたか、黒帯の試合の数々、ね、見てどうでしたか。選手によって全然試合の感じが違います ね、 そうですね、もう各選手によってのスタイルの違い、もちろんさっきの試合もね、スパイダーガードとそのパスガードのね、せめぎ合い、ね、細かい攻防いろいろありましたね。でかと思えばそのポジションが目まぐるしく入れ替わる試合もありつつ、はあね、もう対照的でしたね、はあ、どうでしたか鈴本さん。すごいなんか三カ国語喋れる人とかすごい試合じゃねえ試合じゃないっていう試合、まあやっぱサトシは出てこなかったサトシ欲しい、ね、じゃあサトシもねこれから活躍見ていきたいということですね。はいはい、せーの、それでは CM です。
はい、そんな感じで、ヒクソン杯見ていただきました。今年のヒクソン杯もですね、もう海外から翔平選手もあり、で日本人選手の試合もあり、非常に見応えがある大会だったと思います。そんな感じで、KNA の告知言っていただきたいと思うんですが、最近ですね、このエンディングテーマ1年以上にわたって使っていた恋の常識から君はここのドリーマーに変わっております。もう KNA のお二人でもね、やっていただいております。この曲どんな曲ですか？ざっくり言うと応援の歌ですかね。はい、じゃあもう充実やってる皆さん応援してると言っても過言ではない。はい。はい、ライブではあの応援っぽい振り付けも見れるんで、はい。で CD も出てるんでぜひそちらも。じゃあ KNA の告知もお願いします。はい、そんな振り付けも見れるライブが今週末名古屋であります。22時1日行くので、試合の合間にでも見に来てください。はい、詳しくはアメブロでもう、多分発表してると思うんで、そちらをチェックしてください。はい。はい、個人のお知らせはありますか？はい。吉野香織のツイッターフォローしてください。あの結構くだらないことばっかり言ってますけど、多分楽しいです。たまに私からもリプするんで、ぜひぜひ絡んでください。あとはメンバーブログとグリーブログやってますので、そちらも毎日見てください。タイトルはカオルのブログです。これ毎回なんか言いづらいんですけど、そのままです。はい、カオルのブログです。よろしくお願いします。はい、じゃあスーモさん。はい、ブログがアメブロでやってます。タイトルはスズモンワールド。そうで、ツイッターもやってるので、ツイッターはそんなにいっぱいは使ってないですよね、私。うん、そうちょっとヨーグルト情報とか出てますからね。あ、そうです。なんかこう役に立つ情報を流していきたいんですよ。豆知識は。でもなんかなかなかそういうのが見つからなくて、あんまり使っててないツイッターなんかネガティブですね。でもフォローしてもらえたら、フォロー仕返したりはしませんけど嬉しいです。お願いします。はっきり言う。はい、はい、じゃあ KNA の告知以上の感じになっております。じゃあ岩さんの告知お願いします。はい、私もツイッターをやってます。あの岩佐理香子じゃないんですけど、KNA の方をフォローしてくださっている方いるので、ぜひフォローしてください。あとですね、あのこの理香子バッジが一回完売になっちゃったんですよ。今再生産かけてますからね。はい、なので皆さんぜひ買ってください。今度ちょっと大きめのもあります。あ、そうなんですか。ちょっと19センチっていうのをちょっと今作ってますので、背中用に。その19センチのやつは非常にちょっと数量限定になっておりますので、あ、嬉しいです。発売になった際にお早めにということで、はい、よろしくお願いします。2枚張りにぜひ。2枚張り、はい、2枚張りに、はい、はい、ごとくですね。リーモさんもツイッターやってますよね。はい、僕もツイッターやってますけど、この辺にあの選手権とか、あの世界選手権とかの時はあの速報を流してますので、はい、ぜひ。結構詳細に流してるんで、他のところで見ます。マニアックな情報はリーモンさんにお任せと、はい、いうことですね。よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じでですね、最後に協賛の紹介お願いします。橋本金也の柔術プリースト、この番組はファイターズショップブルテリア、ラスコンチャス、ジュエルス格闘技スタジオアットミューズ、ルマウ株式会社、フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、じゃあそんな感じですね、今回お送りしました。また来週もこのメンバーでお送りしたいと思います。さよなら。黄金のも紫帯び東京対、ね、愛知ですよ、はい、軍団構想というか、初めの金谷の試合初の商品化、本当に貴重ですよ。恒例になった岩佐絵香子武者修行スペシャル、なんかもうあ、こういう風に動いてたんだ。
ゆっくりやってたから良かったっていうのは結構言われましたね。試合の映像は見れるんですけど、なんか練習映像ってなかなかないので、うん、そうですね。フィリピンといえばラルフゴー、ラルフゴーですよ、うん、そこで俺とラルフのスパーリング映像が入ってますのでラルフの大きを見ろと。そうです、だからもうこの時にもあのベリンボロもやってますし、アトス直球入テクニックもね、デラヒバカップ2011出ました。韓国、大阪、東京、はい、3カ所やったやつ全てを回ってきた来ましたので、それも完全レポート見ていただきたいと思います、はい、まあそういった部分でね、まあ、2枚組で3000円ですからね、まあそれだけの価値はありますね、はい、この2枚楽しんでください。はい、